はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回も ASA アベレーションやっていきたいと思います。というわけでございましてね、前回ですね取ってきたロックドレイクレベル140の卵、孵化してですねこんな感じで成長しました。後ろにいますね。ちなみにねこの子ね、あのサドルにこのですねスチームパンクサドルスキンロックドレイクですね、これをつけておりますね。はい、ということでなんかかっこいいよね。うん、で今回はですね、まぁ、ちょっと前回、探索に行ったということで、今回はおとなしくですね、ちょっと拠点をやろうかな、ということで、調理場ですね。調理場と、あと、菜園をね、できたら、やっていこうかな、という感じで、早速、やっていきましょう。さてさて、というわけで、ここにですね、こんな感じで入り口はもうすでに作ってあるんですが、このね、下の地下部分、まあ地下というかね、この床下ですね。はい、このね、広大な空間をちょっと利用してということで、ここにですね、調理場を作ろうかなと思っております。で、今ね、この立ってるこの床の高さから、この拠点のね、床の部分までが高さが3マス一応あるんですね。はい。なんですが、スキンをね、こう天井とかスキン当てたい都合上ですね、上のね、拠点の床をこの部屋の天井にしちゃうと、このね、上の、なんていうかな、天井のところだけスキン変わっちゃうので、こんな感じでね、ここは2マスにしようかなという風ですね。はい。このイメージで少しここを広げていくと。ここ調理場ですよね。で、ここと、だから位置的には、この辺りになるかな？この辺り。この辺りですね。ちょっとこういう感じで見ると、この今立ってる場所ですね。この辺りに菜園を作って、センターの時やったみたいにね、調理場と菜園を、まあ、下でも行き来できるし、菜園はね、上からも入れるみたいな、そういう作りにしようかなと思ってます。はい。じゃあ早速やっていきましょうかね。じゃあこの下から行きましょうか。ちょっと建材も何も持ってないので、建材をまずは用意してということで、作ってある。ありますね。OK。じゃあまずこれから行きましょうか。広さはね、どうでしょう。そんなに、今回、まあ言ってもね、焼肉そんないらないっちゃいらないんだよね。うん。大うどんでどうのっていう状況が多分ないから、アベレーションではね。そもそも大うどんいないですもんね。そう。なんですが、まあ、あまり狭いのもね、こう、せっかく広いからね、場所余ってるんで、どうですかね、これぐらいでいいんじゃないですか。はい。で、これ何度も繰り返しになっちゃうんだけど、これなんでね、空中にこう浮いてるかって言ったら、下にね、土台が敷いてあるためっていうことですね。はい。まあなので、その物理的にはおかしいよね。本当はこの角とかにね、柱を打った方がそれっぽいんだけど、まあまあいいでしょう。はい。では、この周りを一旦ね、壁で囲っていきたいと思います。はい、これでね、部屋になりましたね。そう、ここだけにこうやっているとね、下がどうなってるかっていうのは分かんないですけど、こう一見するとね、部屋になってますね。でですね、まあ、天井をね、ここにちょっと一段ですね、下げたところにこう貼ることによって、ここにね、スキンを当てても、まあ、上にはね、何も影響がないっていうことで、こういう風にしていきましょうか。はい、できました。いいですね、いいですね。一応ね、箱はできたかな。こういう感じですね。もう一度ね。あ、ちなみにね、このライトは、これはね、確かね、何だったかな。あ、旋盤ですね。これです、これです。スチームライト&ランプっていうね、これ、まあ、1個作りましょうか。これをね、R キーで切り替えると、いろいろ形がね、変わるんですけど、これですね、ちょっと1個持ってみましょうか。これですね、これめちゃくちゃ明るいんだよね。これ、試しにここ置きますよ。これ一応、4種類あるのかな、この、こういうのと、これですね。これと、それからこういうやつですね。これが壁用って書いてあるから、壁ですね。で、あとは、デスク用っていうね。これどんな、こんな感じ。うん、こういう風ですね。お、なんかさ、すごいな、これ。殴っちゃった。ほら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 。すごい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 。科学の実験みたいになってる。でね、この中を開くと、明るさをね、調整一応できて、3段階ありますね。はい。これぐらいならそんなに目立たないかも。こういう感じですね。いいですね。これね、これね。これを、ここに
つけてるってやつですね。よっしゃー、じゃあ先にスキン当てましょうか。さて問題です。ここでどのスキンを行くか、スチームパンクに行くかフロンティアで行くか。一旦フロンティア行ってみる。フロンティアがこのアベレーションのね、ちょっとこう暗いところにこうやるとね、若干その映え的にはどうなんだろう、少し、あー微妙かもな、またな、これちょっと安っぽさも出るか。うん、この一角だけこうしてみました。こういう雰囲気ですね。はい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 。ちょっとねこのなんていうかな、光のね色味的にあまり映えないかもしれない。ならばこっちか。これもね、これもちょっとでもどうなんだろう。ここはじゃあこっちでやってみましょうか。このわかんない、個人的な、完全に個人的なあれなんですけど、このシームパンクのさ、このスキンってあの外装にはなんか向いてるけど内装的にはどうなんだろう。これね、しかもさ、今この壁の向きがね、なんていうかな、これ表裏がね多分こういう風で、外側ですよねこっちね、だからこういう風になっちゃってんだよな多分。いやー、これフロンティアにしよっかな。これ床をサイバーパンクにして、壁と天井はフロンティアしましょうかね。今日そんな感じでやってみましょう。はい、床だけねスチームパンクにして、天井とね壁だけフロンティアにしたらこういう感じ。今ねちょっとあの朝になってね、少し明るさが出てきたので、もうなかなかいいんじゃないですかねこれね。はい、でここはですね、これフロンティアかな。うん、あ、ここやってないですね。はい、もう一度見てみましょうか。こういう感じですね。こう降りてって、いいね、柔らかい感じだ。 OKOKOK で、今ちなみに階段からここから数えて1、2、3、4、5、6、7で、7ですね。で、ここから、菜園の方に、またね、こういう風に下からも行ける的な感じにしたいので、こうですかね。とりあえずこうしときましょうか。こう来て、で、ここを上を抜いちゃうとさ、上がどうなってるかなんですが、ここそうだよね。あー、これちょっとかっこいいかも。本当に、なんか隠し屋根裏部屋みたいな感じになってる。面白いね、これ。で、この上がもう一個ここ開けて、これマス的にどうかな？ちょっと長かったかな？ここ出ましたね。こうなって、この中が、あ、いいっすね。ちょうどいいっすね。こうしよう。おお、ここちょっとおしゃれだな。なんですが、今は一旦閉じましょうか。で、この今出てきたこの中が菜園の室内になってればいいので、次じゃあ菜園場所だけ決めちゃおうかね。ちょっと細かいね、配置とかまた後でやるとして、菜園の位置だけ決めましょうか。さあ、ということで菜園の方は作って、あったと思うんですが、ちょっと待ってね。数がそれほど余裕がないな。OK。これはまあじゃあ、ちょっと作りながら行きましょうか。さてと、今出てきたのがここで、これが中身にしたいということで、場所をね、面をこう合わせちゃいたいな。ちょっとこのエアコンも溶かしてもいいですね。ここですね。ここを、待って。入ってきて正面がいいから、こうするか。真正面がいいから、ここにしようかな。ここを、扉にしてこうですね。これが菜園の入り口で、まあ、そのままこう下にも行けるようなこういう風にしておいて、ちょっと狭いか、ここが一マスしかないのが狭いかな。2マス開けておいてもいいが、まず一旦こうエアコン撤去します。ここの通路が1列しかなくなっちゃうから、下げるか。向こうとずれちゃうけど、下げましょうかね。ちょっとこれ窮屈すぎるな、さすがに。じゃあもう一度ここにこうかな。うんですね、さすがに。でそうなったらこれ場所決まったので、あとはこういうことでね、1、2、3、2マス欲しいな。こっち側に伸ばすか。はい、
ずいぶんバカでかい。いやー、どうだろう。これぐらいいるか。結構でかいかも。で、入り口がど真ん中ではなくって、入り口からこっち側が3:4っていう風にちょっとアンバランスなのも、まあ、そこもね、いいとこですかね。ちょうど正面にしないっていうね。この、ジップラインアンカー、これ、ややこしいからもう取っちゃいましょうかね。よし、じゃあ、まあ、基本的なものはこれで固まったかな。ここ入り口ね。で、このまま下にもこう行けるようにもなってるし、で、この場所はもちろんこっちからもね、来れますよ、ということですね。あ、なんかカルキノスが大丈夫か？大丈夫だな。うん。こうしよう。こう、もう一回ね、こう来てもいいし、こう来てもいいですよ、みたいなね。で、ここでっていうね。よっしゃー。さて、こうなって、そうだな。天井処理どうしようかな。まあ、めちゃくちゃシンプルで全然構わないんですが、どうしましょうね。さすがに豆腐じゃ味気ないか。豆腐じゃさすがに味気ない。じゃあ、まあ、これ、待ってくださいね。スナップの位置がここでいいか？これを当てたとしたら、真ん中、これ大丈夫かな？奇数。こうなって、こうなって、こうなるでしょ？で、ここも、こうなって、これでいくか。で、上は、天井張るか。このね、この処理が、これどっちだったっけな？傾斜付きの壁、三角、こっちか。これを、ん？なんか違うな。あ、ちょっと待って、今のでやっぱ合ってるわ。これで、これね、R で切り替えて、あ、これっすかね。これだ。この形状だ。こうっすね。オッケーオッケーオッケー。どう？いいよね。こうしよう、こうしよう。これでいきますか。じゃあ、これをですね、もう一度。この形状かな？この形状ですね。この形状で、こうだね。うん。ちょっとまあ角だけ少し、なんとなく、それっぽいのかな。それっぽいのかどうかわかんないけど。OK ね。ということは、あとは斜めのやつをたくさん作って、で、天井ですね。OK?はい、できましたね。これで部屋になりました。うん。ちょっとぼやぼやっとした感じになってるかもしれないですけどもね。一応部屋になりましたね。はい。で、ちょっとここがさっきからややこしかったので、先にね、手すりだけつけていきましょうか。床はね、フロンティアにしてみました。これね、もう一個言うとね、あれなんですよ。この、オフィスの壁もさ、ぶっちゃけこれ、スチームパンクとかにもこうね、スキン当てられるから、これ、見た感じ一見さ、オフィスじゃないように見えるっていう風にもできなくもないですね。うん。これね、どうでしょうかな。ちょっとややこしいんで、まあ、このままにしておきますか。これね、まあ、透明化とか当てちゃうっていうのもあるんだけど、透明化はね、あの壁しかできないんでね、あのいつものやつね。この、これですね。これね、これ、あの、これなんですよ。この上のね、これできないんですよね。この斜めのやつとかに。だからこの壁だけはできるんだけどって感じ。ちなみに当ててみると、こうですね。めっちゃクリアに外が見えるようにはなる。これ処理的にどうなの？こっちの方がいいのかな？もしかしたらその可能性ありますね。こういう感じですね。超スーパークリアな音質。で、上だけ、まあ、こう、ぼやっとしてるっていう風か。これもこれでありだな。これでいこうかな。ちょっといつもと違ったっていう感じにして。今回じゃあこれにしよう。はい、スーパー見晴らしのいい。感じになりましたね。こうなってくるとちょっと角が少し気になるな。柱を置きましょうか。この角に柱を置いて、
サイバーパンクだ。いやーこれなー、こうなっちゃうとなー、気になっちゃうなー。これどうしよう、この横棒置いちゃおっかなー。こうやってこれね、意外とこの石のやつでもいい気がしてきた。これかっこいいな、石でも。一旦ね、下の部分だけこの柱を置いてサイバーパンクにしてみたんだけど、どうでしょうね。こいつはこればっかりは本当に好みの問題のような気がするが、これなんか石の方がシンプルでいいかもな。この角の柱なくてもいいな、石の柱も。シンプルに行くか。ちょっとシンプルに行きたいと思います。これ石の柱これいいや。やめよう。で、なおかつ、このね、ここはね、やはりこっちのがちょっとなんか雰囲気いいんで、あんまり目立たない感じにしようかな。こっちに戻します。よし、これでいこう。ちょっとスッキリした感じで。こっちにしようかな。シンプルにしよう。で、ここはまあ扉をつけるから、まあこれはいいっすね。で、これはね、さすがに何か当てようかな。どっち当てますか？こっちだと何があったっけ？鉄格子。気に入ってんだよな、これ。これにするか。よし、まあ、これいきますかね。はい。じゃあこれで側はようやくできたので、もう一回確認ね。こう行ってこっちも行けるし、こっちからも行きますよという風ですね。こう側はできましたね。じゃあ早速ですね、中身置いていかないといけないから、こっちはそうだ、こっちはこれだけでいいのか。どうしようかな。こんなに広い場所いらなかったっすね。降りてきて、速攻を焼いた方がいいから。まあ、ここか。もう一個ね、確か作ってあったと思う。繰り返しになっちゃうんだけどね、今回多分そんな肉焼くことないっすからね。正面で見っか。自分の食べる用だけですからね、肉焼くの。うわー、これ広すぎたわ、この部屋。こんなに広くても。まあ何かに使うことがあるかもしれませんが、大は小を兼ねるか。こうしておけば、ここでね、もしか何かやれるかもしれないからね。とりあえずここで焼くでしょ？で、まあ2台で十分なので、もう横に冷蔵庫置いてしまうか。まあさすがにこれでいいでしょ。これ電力、あ、来てないね。そうか。発電機の位置があそこで、こっち届かないと来たか。まあどうしようかな。一旦ちょっとこっちの方の発電機もう一度置きますか。テックジェネレーターをね、いずれ置きたいんで、まあそれができたら、そう。あのね、風力発電。このチートアイテムですね。これね、ちょっとやりましょうか。せっかくなんで。あの、アベレーションでね、風力発電機が使えるかどうか問題なんだけど、これ上層でも試したんだけど、置けるは置けるんですよ、こうやって。なんだけど、これね、この風車というかね、これは回らないです、プロペラは。あ、上層でもね、同じです。これ回らなかったです。もしかしたら、地上に行ったら回るかもしんないですけどね。はい。ということで、これね、なんかこう、なってるんだけど、これ今置いたでしょ？ほら、通電してないんですよね。ということで、さすがに、さ、無理だよね。この、地下世界で、これ回ったらおかしいでしょ。風ないしね、みたいな。ということで、これはダメですね。いや、これ、あれなんだよな。燃料いらずに、燃料さ、必要とせずに、すごいね、広大な範囲、カバーしてくれてっていうね、とんでもないチート級のものだったんだけど、さすがに無理ですね。ということで、まあ、ここはおとなしく発電機。で、隣にも届くようにということで、じゃあ、この辺り置きましょうかね。ちょうどいいですね。こう目隠しになっててね。こうすれば、ここは通電しましたよと。これもね。はい、大丈夫ですね。こんなだだっ広いのに、たったの置くものはこれしかないと。あとは、そうだな。あとは、まあ、食料保存庫も一応置いておきますか。ね、一応念のためね。はい、ということで、めちゃくちゃだだっ広いんですが、なんだこりゃ。めっちゃ場所余っちゃったな。そうだ、これをね、明かりを1個つけてみようかな。壁用、天井用、
天井用ってことはこういうことか。これ一つ置くと多分めちゃくちゃこれで明るいパーツが置きましたね。真ん中になってるかな。これですね。で、届け。届かないか。ちょっと届かないんで一旦こうして、とりあえず起動、ん?ついてる?なんかついてないっぽい。これついてる?一旦消してみるか。あー、ついてるか。ついてるね。そんなにわかんない。あ、ついてるわ。明かりを最大マックスにすると、どう?いや、なんか微妙だね、これ。これもしかして、あれか、上の方を光らしてるのか?あー、光源ここにありますね。ちょっと微妙だな。床下のライトみたいな感じ使えるってことかな。これ微妙だね。ちょっとやめるか、これじゃあ。じゃあ、この壁用のやつを当てて、まあ、一旦、このあたり当ててみる?このあたりか。ああ、明るいね。明るいけど、この光の雰囲気がちょっと難しいね。フロンティアの明かりの方のが柔らかいね。暖色系の明かりで使いやすいかも。こっちより。ちょっとこれむずいな。よし、フロンティアの方持ってきました。こっちですね。これですね。フロンティアランプ。こっちの方が、これね、スコッチ島センターでよく使ってたやつですね。こっちの方が多分柔らかい感じになるから。これで行ってみるか。とりあえず、真ん中に3つ。これは、多分そんな明るさが、ないはず。いや、全然わかんないわ。音は鳴ってるね。これね、肩乗せの光源ペットの光やら何やらとかで、ちょっと今消しました。あー、いいね。あ、いい。この雰囲気、この雰囲気。この雰囲気でいいっすね。うん。で、ちょっとでも明かり的にね、足りないので、オイルランプ、壁掛けオイルランプ、これをね、また当てていきますか?このあたり欲しいかな?試しに。ああ!いい感じ、懐かしい。少しの時、センターの時ね、この雰囲気でしたね。うん。おお。急にここに来て、なんかここがアベレーションとはね、思えない雰囲気になりましたね。これか。はい、これですね。このなんかいつものこの雰囲気。で、外に出ると、でもここはアベレーションですよ、みたいなね。このギャップがいいな。あー、もうやだ、戻りたい、帰りたいよーってね、なったら、ここに来たらね、ふと一瞬、あ、ここはスコチか?ここはセンターか?みたいな雰囲気。いいですね。で、ここは真っ暗ですよと。こっちはどうしようかな。こっちの方も試しに置いてみるか。このランプ置くとどういう雰囲気になるかな。ここはね、外が丸見えですからね。あ、意外とありかも。こっち系の明るさ。ただ、この状態で、こうすると、ちょっと、ぼやっとしちゃうか。あ、でもいいか。念のためこっちもやってみるか。これのね、壁だよね、壁系のやつ。これが眩しすぎる問題。こうして、あー、いや、こっちか。外は外っていうか、うん、こっちの方がいいっすね、上は。よし、決めた。下はさっきのこっちね、オイルランプ使ってこういう雰囲気にしておいてですね。それでいきましょうかね。じゃあ上はこのランプ使おう。
はい、明るさはかなり確保できましたね。めっちゃ明るくなった。これでいいでしょう。よし、じゃあ最後に仕上げとして機材を置いていきたいんですが、じゃあまずは工業用調理器具をどこにしようかな。これが一番メインですからね。こう入ってきて、これなんとなく左側と右側で作業ブースって感じになりましたね。じゃあこっち側にするか。でこっちにあれを置こうかな。菜園を置いちゃおうかな。まあ結構場所余裕があるんでゆったり置いちゃいますか今回は。こうしてこれ向きがまあ関係ないか。で電力も来てますね。よし、オッケー。こうして、あ、ちょっと向き合ってるか。なんかメーターこっち向いてるからね。こうして、で冷蔵庫を早速この辺りから置いていきましょうか。でまあもし足りなかったらこっち側にも並べるみたいな風にして一旦こうしておいて、で菜園も作ってきてあるので、これを今回はどうしましょうね。何を植えるかっていうのもよるんだけど、まあ、ここも置いちゃうかも。ここも置いちゃおうかな。そうだな、ここ置いちゃおうか。そうなんだよね。何が欲しいかっていう話なんだよな。ブリュー、赤ベリーだよね。ブリュー、赤ベリー。キブルはね、正直別に作っても作らなくても今回いいかなってちょっと思ってるはある。なのでいつもの4種の野菜はそんなにいらないから、まあここでいいか。多分あんまいらないと思うんだよな野菜。まあ一旦これぐらいにしておくか。でね、一応念のため見ると、水は来てる。こっち側は多分ね、全部来てるはず。ここは。下にね、もう、貯水槽を置いてきてるんで、ここも、あるね。ある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 。あ、ここ来てないね。ここ来てないね。ここだけ来てないか。下、ちょっと見に行きましょうかね。一応ね、ここに扉を一つだけ作ってあるので、多分雰囲気的には、ここ、ん？待ってよ。これが、調理場だよね。これ調理場だから、あはははは、すごいすごいすごい。あれ？ちょっと待って。違うわ。これが調理場だ。これね。あー、めっちゃわかりやすいじゃん。これ調理場で。ってことは、ここが、いや、これ全部調理場だ。この次か。ここが、あれが菜園か。わお、確かに、これ、高さがありすぎてさ、ちょっと出してみる？多分この、届いてないんだよね、これ、球体が。このレンジ出すと。届いてない？いや、届いてるっぽいけど。あ、多分あそこね、届いてないわ。ちょっと丁寧に上行って見てみるか。上戻ってきました。ほら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 。この範囲内に入ってれば、なんだけど、うわぁ、微妙に届いてないんですよ。ほらほらほら。ね、ギリギリ。ただ、ここは、ほんのちょっと引っかかってるだけなんだけど、これ。大丈夫なんだね。これがダメってことか。じゃあ、この下をね、少し工夫しないといけないですね。ならばですよ。一番下のところではもう届かないということだったら、じゃあかさ上げして、そうだね、こうなってるってことだよね。っていうことはさ、ついでになんだけど、これ水が、ここも、ここは来てないってことだね。ここは来てるけどっていう風だから、この下あたり、この下でいいんじゃない？この下を、ここに置けばいいんじゃないかな、多分。あ、なんか大丈夫そう。ここに置いちゃうか。多分これで、いってるはず。見てみましょうかね。今新たに置いたね、貯水槽の範囲は出してないんだけど、あ、ほらほら、来ましたね。よーし、オッケー。じゃあ、これ、ちょっと消してくるか。よし、オッケーですね。ついでにね、まあ、あっちこっちどこでも水が飲めるようにということで、まあ、この辺りにも、ちょっと若干、こういう風に水飲み場を、はい、水来てますね。だよね。
それから舌でも喉が渇いた時にゴクゴクって飲めるようにということで、どこがいいかな。このあたりにするか。ここも多分来るはず。はい、来てますね。いいですね。そこら中で水が飲める。いいね。ここは金庫にしましょうか。冷蔵庫をちょっと一旦撤去して、これはね、金庫一つ置いておいた方が、多分、何かと都合いいんで、ここ金庫にして、そっち側にしようかな。こうですね。多分動線的にはこうなるかな。よし。で、冷蔵庫はじゃあ残りはここに並べる感じに。ああ、こっち側でもいいな。よし。じゃあ、最後仕上げなんですけど、あのね、まだね、植えるものの種は何も持ってないんですが、いつでも植えられるようにしておこうということで、これですよ、また。はい、こいつをね、これ。このシャベルね、これを使って、まあ、ボーナスつけていくということで、こいつをね、がっつりやっていくと。はい、これが美味しいですからね。これ全部、シャベルでバチコーンってやって、でね、肥料はですね、もうふんころがしで随分もう溜めてあるので、ふんころがしから取ってきた肥料を入れて、あとはね、もう種を入れればいつでもゴーと。もう水も来てるし、温室効果も 300% だしと。いうことでございますね。で、今まで置いていたふんころちゃんをですね、ちょっと向こうへ持っていきましょうかね。これふんころのね、インベントリーの中に金属鉱石入れてね、重たくて動けないようには一応してあったので、どこにもね、彼は、動けなかったんですけどね。まあ、じゃあこの辺りに置いておきましょうか。はい。というわけでございまして、今回はね、今ね、ちょっとフォトモードで上空から見ていますが、このね、明るいね、こうしてみると、はい。菜園ですね。菜園。まだ何も終わってないんですけども、菜園でございますね。この透明化のね、壁を使ったので、いつもよりクリアに見えてるんですが、これ全部ね、温室の建材になってます。はい。こちらと、あとですね、この下にもたらですね、はい、ここですね。ちょっとこれ以上カメラが行かないんで、こうなんですが、非常に殺風景であるんですけどもね、調理場ということで、まあ、お肉焼くぐらいしか多分ここはやることはないかな。ですね。はい。まあ、こっちのね、温室の方は調理鍋があるんでね、これでいろいろやることはたくさんあるんですけど、はい、一応ね、形は整ったということで、まあ、ひとしきりね、物は揃ったかなと。いうとこですね。はい。あとはね、そうだな。もう、向こうまだ何もやってない。真っ暗なままですね。あっちもやんなきゃいけないな、向こうね。この、せっかく作ったこっちの方ですね。部屋の方ですね。っていう風で、まあ、建物はもうこれぐらいかな。それでね、あとは、このエングラムの中のね、そうなんですよ。これ実はね、アベレーションの方のやつ、この、スチームパンク、なあ、これまだね、エングラム取ってないんですけど、いろいろなんかあるんですよ。ね、もう多分ね、やられてる方はね、一通り全部触ってるとは思うんだけど、そう、これいろいろあってさ、こういうのもね、ちょっと、タイミング見つけてですね、作ってね、ほら、工業食料保存庫なんてこんなのもあるんですよね。だから、こういうのもね、ちょっと見ていこうかなと思っています。はい。というわけでございまして、今回はここまでとなります。それじゃあね、続きはまた次回ということで、次回の動画でお会いしましょう。